昨日どう見てもね、ほぼアー設定に近い獣王が不発だったので、まあ、そのリベンジですね。一応ね、今日は稼働がそんなないと思いますんで、まあ、その代わり入れてるかどうかっていうのは7の日よりはきついと思います。6月28日水曜日9時42分、全国500万のパチンコ依存症の皆さん、おはようございます。パチンコ芸人ウィンウィン二郎です。そうです、マルハン福井店にリベンジに来ました。万が一ね、残してるかもしれないんでね、サラリーマン番長、昨日の焦ってめちゃくちゃ出た台をちょっとやってみます。前日87ゲームで終わってるんで、今日113ゲームで夕焼けになったら背置きで、なおかつリセットかかってなきゃいいんですけどね。もうこれバリバリの焦っての履歴だね。まず長番長入ってガーレンチャンして、これがすごい、いただきの引き戻し祭りですね、これバーッとこれ天井行っても全然怖くないね、こんだけ来たら。ああ、普通 99% 設定変更されてますよ。一応ね、問題はこっからですよ。これで全長に入らなければいいんですよね。ああ、入っちゃった。あ、そりゃそうだよね。はい、設定変更されてます。転送しました。昨日あれからやっぱり出なかったのよね。さあ、やりますか。今激アツなんですけど、これちょっと分かりづらいんですけど、この約100分の1のチャンス目 A をいかに引いてチャンスゾーンボーナスにつなげるかが重要なんですよね。まあ、昨日は3回に1回ぐらいつながったんで、今日4回で1回もつながんなかったらやめようかと思ってます。やつだから当たるでしょ。おー、レインボー。おー、これは当たった。あ、キリンだ。やっぱキリンいいね。が4つです。はい、約 40% つながる。お願い。わー、とりあえず10を抜いて、こっから勝負ですわ。ちょっとはまりましたけど、まあまあのスタート。何が来る？ゴリラ。おお、大事だよ。うわ、もう終わりかい。早い。今ね、これが外れ目なんですけど、37ゲーム消化して外れ目が5つ目。だいぶいい。外れ目がアー設定だと23分の1ぐらいなんで、これがもうすでに5つも来てるんで、これはかなり期待できる。昨日の末行きだといいな。待て、うわー、強い、励ましい、アギラボーナス。今回は厳しそうだな。おー、嘘。
本当、うわ、嬉しい。700ゲームぐらいでチャンスマジューカーがレギュラーボーナスでサバちゃんに入ったんですね。そうなんですよ。いけ、ライオン、おごりや、まあ、まあ、まあ、なんて、あったよな。ポストボタン来ないとなかなかダメだろ。これこれこれ、今回は繋がるね。うわー、終わったか。あー、でも客じゃねえぞ。客のある状況もありがとうございます。繋がれ、プロジョン。うわー、ラッキー。でもわかんないよ。一発で勝て。これ。うわあ、やばい。強い。福井の有名人といえば山口あかねちゃん。もうバドミントンと同じで強い。これはでかい。チャンス目からのビッグボーナス。あ、レギュラーボーナス。お、変化した。ビッグボーナス。キョウチェリーか、キョウチャンスの。キョウチェリー、まあ、大体キョウチェリーだね。キョウチャンスはね、約4000分の1ぐらいなんで、なかなか来ない。おお、マジで、まあ、これ嬉しい。まあ、もう一度黒ひょう来て、これ一番強い。勝てないよね今。12時34分今昼休憩取りました。ありそうですね。チャンス目 A からのボーナス同時成立役とか、サバンナチャンス中のね、外れ目がやっぱ来てるんですよね。22分の1ぐらいですね。最初もっと良かったですね。上振れしてたんですけど、さあ頑張りましょう。勝つ可能性がある限り粘りますよ。さあ頑張るぞ。見て、残り19ゲームで一回も肉揃ってない。これ全部揃わないとサバちゃん確定です。頼む、門が開くな。おお、やった、これ確定。あー初めてだ。ほら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 、うわーぜー。あ、どうなるんだ。すいません、冷静です。サバちゃん確定じゃなくて中央コード確定ね。エースエース。あー、マジか、飲まれちゃったね。ほら下がった、こんなにしかないですよ。ここでマルハン福井店の設備案内をしてみましょう。まあ、このね、タバコ吸う人のを防ぐためにエアーシールドね。でここは縁島なんでめちゃくちゃ広いんですけど、だいたい拳2個分ぐらい台と台の幅があって、島と島の間はだいぶ広いです。車椅子の方でも十分ね、バリアフリーで遊べる空間です。ただ USB がないんだよね。まあだからいつも使ってるこの充電器持ってるんですけど、カウンターに行けば携帯の充電は無料でできます。
以上、マルハン福井店設備情報でした。良くもなく悪くもなく、これといったね、背中を押してくれる設定判別材料が出てこないんですよね。やめてもいいっていう材料でもないんですよね。まああれから1000回転ぐらい回したんですけど、まあ持ちコインは800枚ぐらいあったやつは全部飲まれて、今どうしようかなって悩んでるんですよね。サラリーマン番長みたいね、これっていうね、タコ粘りみたいなねもんがあればやるんですけど、昨日みたいにね、あの1万6000分の1のね増ボーナスとかくればね、だいぶやる気が出るんですけどね。実はね、3時ぐらいにもう縦横も諦めて、ちらっとサラリーマンはちょっと気になって見に行って、一発目の頂きが引き戻し来た台が、なんと昨日僕が夜やったやつなんですけど、一発目に頂き引き戻しっぽいとこが来るっていうのは、あれもしかして昨日設定の可能性があったやつを捨てちゃったのかな。そしたらなんとね、すぐね定格で弱チェ解除したんですよ。ということはこれどういうことかっていうと、簡単に説明しますね。定格で弱チェ解除するサラリーマン番長って、設定がゲー設定アー設定の可能性があるんですよ、まあ、つまり56の可能性があるんですよね。でその前に履歴で引き戻しっぽいとこでいただきが入ってるので、引き戻しが来る設定は偶数設定の可能性が高いんですよ。ということはアー設定の可能性が高い、6の可能性が高いってことなんですよね。まあくまでもこれ全部可能性ですよ。まだね今4時20分ぐらいなんですけど、ちょっと可能性あるんでやってみます。ちょい負けが大負けになる可能性もありますけど、台自体は悪くないので可能性を少し追っかけます。そろそろいただき入ってください。1回目のいただき、この台としては3回目のいただき。またサラリーマンバーチャルに助けてもらうか。数々の旅打ちでサラリーマンバーチャルに助けてもらってますからね。さっきのは全部飲まれちゃって、目玉が来ました。青いただき、ラナを狙え。爆発する可能性がありますからね。伸びなかったか。これは嬉しい。事故らないね。ビューティフル。せっかくの青いただき、4回目のいただきが日本語から入りました。でしかもこれ B モード、300ゲームの B モードゾーン、やっぱりグッズ設定だ ね。これで入ったらでかいんだよな。中左、頼むよ。おお、チャンス目、上ろ上ろ、中左、5回目のいただき、全然悪くないんだよね。さっき B モード以上だったんで、これ天国で入りそうですね。頼むよ。当たって60ゲーム以上 AT がないから、うわーマジか、超 VIP だったのに。これは嬉しい。ちょっと待って、出た表現等か最強チェンジ、どっちだ。ちょっと待ってよ、これ多分最強チェリー。うわー、来たー、楽しい。これは嬉しい、マジで見とったよ。
ジか。たか大逆転。ここでご当地有名人叩きやりますよ。福井の有名人といえば恐竜、恐竜、天竜。そして最強チェリーなんで青いただき確定です。あるよあるよあるよ。画面が出てきた。さっきの最強チェリーもあんな簡単な演出で来ないでよ。もっと味わいたかった。あー、もしかしてこれが聞き出したか。自分のバンカレコーヒーのねコーヒーレイちゃんとっても気さくなった。3杯目ありがとうございます。さあ、さっき B モード以上で最強チェリーが来たんで、 B モード以上で500回以上なので、このターン、このゾーンが天国になるはず。さあ、緑のコアラになれ。ほら、よっしゃ、当たり。さあ、ここで元気有名人だほー。福井の有名人といえばこの人でしょう。1234横浜黄昏五木ひろし。ああダメか、大したことなかったな。3枚ぐらい出ると思ったけどな。あー厳しい、全部飲まれちゃった。大物じゃねえ。に天井連れてかれた。お待ちしてます。天井の後天国行ったけど、さあやばい、いただきが入んなくなった。成功しました。参りました。9時5分前。あーやられました。参りました。今日は諭吉さんに置いてきました。ということで昨日と今日入れて諭吉6に秀夫7に置いてきました。まあ最後にやったサラリーマン番長すげー見せ場あったんですよね。最終的に今日半日やって思ったのが、まあ設定ではないっすね。あれ F ですね。いい感じでしたけど、まあ設定入れないでしょう。昨日アセテを2台以上入れてるとか3台とか入れてるとか、あと今日アセテにあげるなんていうのはね、僕がマネージャーでもやらないもんな。獣王も昨日の時点で違ってたのかな。まあ、これっていう材料が、まあ、F 以上確定画面とか合わせて確定画面とか出てないですからね。あくまでも高設定濃厚みたいな予想でしたから。ということで明日はご当地紹介濃厚ですね。福井限定だと思うんですけど、福井梅おにぎりを食べて帰ります。福井ともお分かりだな。ご当地紹介めちゃくちゃうまいですよ。これってハサミって言うんですか。あー何これ、ドラクエみたいなやつだ。うん、ゲーム式っていうかな。これど真ん中歩いちゃいけないってなんか聞いたことあるんだよね。お坊さんって何人ぐらいいらっしゃるんですか。160人。一人で撮る、一人で撃つ、一人で旅。今回も見てくれてありがとうございます。マーベラスと思ったらチャンネル登録してね。これからも楽しい動画を上げていくね。ヤフオクでお買い物なら信頼と実績の YS トレーディング。今回のジロチューブはこちらのお店に応援してもらいました。